ジェームス・ハントの息子、フレディがドライブする308バイト、2007年。フレディ・ハントのドライブする308バイト、2008年の、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピード。ヘスケス308は、ヘスケス・レーシングが1974年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。その派生モデルである308バイトは1975年に使用された。 デザイナーは、ハーベイ・ポスルスウェイト。ジェームス・ハントは308をドライブし、1975年、オランダグランプリで、会一発勝利を挙げた。308は、ヘスケスが、それまで使用してきた古いマーチ731に、変えて1974年シーズンに投入され、マーチの設計を元にして開発された。エンジンは、フォード、コスワース DFV が搭載され、 外側に取り付けられたコイルスプリングダンパーユニットを備えたダブルウィッシュボーン式のフロントサスペンションを特徴とした。ポスルスウェイトはシンプルで軽量かつ進歩的なスプリングをフィッティングする方法を模索していた。地震多発地帯に建てられる建造物のゴム製ダンパーを設計していた友人がアイデアを提案し、ラバースプリングを使用する方法を採用した。 1974年初期に始まった試験は、マレーシアゴム生産者協会によって、特別なヒクリープラバーが開発されるまで失敗し続けた。その後より効果的なテスト結果を得て、イオンプロダクツ社がスプリングを開発、1975年アルゼンチングランプリから車に取り付けられた。もともとヘスキス強は308に搭載するための V12。 エンジンに資金を提供する計画を持っていたが、これは実現しなかった。308は最後まで DFV e が搭載された。308のデビューは1974年のレースオブチャンピオンズで、ハントはポールポジションを獲得した。レースの結果は成功とは言えず、ウェットコンディションの中ハントは4周目にスピンアウトした。2週間後のキャラミで308はグランプリデビューした。 今回のハントは予選13位であったが決勝ではスタートから5位に上がり65周目にドライブシャフトの破損でリタイアするまでその順位を維持した。翌週にシルバーストーンで開催された BRDC インターナショナルトロフィーでハントはポールポジションを獲得グランプリのレギュラードライバーたちとの戦いを制して308での初勝利を挙げた。スタートからクラッチが滑り、 シフトノブが外れるなどして出遅れたが、ハントとは徐々にこれらの困難を乗り越え、ウッドコートのコーナーでロニー・ピーターソンのロータスをかわしてトップを取り戻した。308の成功は繰り返されず、グランプリのシーズンが進むにつれて、車は速いが信頼性が低く、何度も故障が発生することとなった。ハントはまたトム・プライスとのアクシデントを繰り返した。最初はオランダで、 1> 第1コーナーでプライスが彼に衝突した。2週間後のフランスではカルロス・ロイテマンに衝突されたプライスがハントに衝突した。ヘスケスはチームをより高いレベルのプロフェッショナリズムに導き、シーズン終盤のオーストリアグランプリではイアン・シェクターにセカンドカーをドライブさせた。シェクターは主にエンジントラブルのおかげで予選落ちしたにもかかわらず、 チームの関係者は2台のマシンを走らせることが、次シーズンのチームのチャンスを改善するのに貢献するだろうと感じていた。1975年に308は B 仕様に更新され、ボディ形状とオイルクーラーの位置が変更された。車はさらに競争力を増し、ハントはアルゼンチンとブラジルで連続入賞し、オランダではついに優勝を果たした。しかしこの優勝は、 チーム唯一の勝利であった。ハントは何回かの堅実な入賞でヘスケスがコンストラクターズランキングで4位に入るのを助けた。チームに対するヘスケス教の資金は尽き、ハントは1976年にマクラーレンに移籍した。308と308バイトは弱小プライベートチームに売却された。おそらく最も有名なヘスケスのマシンをドライブしたプライベーターはガイ・エドワーズで、 1976年に成人誌のペントハウスとスポンサーシップを結び、チームにかなりの露出をもたらした。エドワーズは奮戦したが、ポイントを得ることはできなかった。ありがとうございます。